新型コロナウイルス関連のニュースをまとめてお伝えします日本国内の感染者数は今日新たに644人増え亡くなった人の数は9人増えました重症者の数は7人減り現在は191人となっています当局に申請する計画は変わらないと述べましたイギリスの製薬会社アストラゼネカは10日 知験を中断しているコロナワクチンについて年内に知験データを当局に提出することは可能との認識を示しましたソリオ CEO は中断についてよくあることと説明し近く再開できれば効果があるかどうか年内にはわかるはずとしています高齢者への接種を優先して行うことを決めました新型コロナと同時流行が懸念されるインフルエンザのワクチンについて 厚生労働省は、来月1日から65歳以上の高齢者らを優先的に接種させることを決めました。それ以外の人は26日まで待ってほしいとしています。新たなビジネスモデルは今後も定着するのでしょうか。国土交通省は今日今月末までの特例として認めていたタクシーによる飲食物の宅配を10月から制度化し認めると発表しました。 国交省によりますと、特例の許可を受けたタクシーはおよそ5万4千台に上り、宅配が収入確保につながったと判断した形です。新型コロナをきっかけにデジタル化が加速する中、主要通貨の動向が注目されます。ECB ・ヨーロッパ中央銀行のラガルド総裁は10日、デジタル通貨の発行に関する調査結果について、 数週間内に公表すると明らかにしましたラガルド総裁はユーロ圏では現金の代わりではなく補完的なものになるだろうと述べ調査結果を公表後広く一般から意見を集める方針を示しましたこのほか在宅勤務に1日200円を支給する企業の動きなどご覧のようなニュースが入ってきています 最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。